皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回の動画は今ですね、時価総額がまだ1200位台なんですけども、これからまあ本当に下手したら100倍以上狙えるっていうようなトークンがありますので、そのトークンの紹介をしていきたいと思います。こちらに関しては今ですね、今日情報が出てカナダ1になってくると思うんですけど、のヘッジファンドがそのトークンを使用するってことが明言されて、まあ、それに伴って今価格もかなり上がってきてるっていうようなものになってます。で、多分注目している方も、まあ、本当一部しかいないので、なんでまあこの動画ではそのトークンのまあ可能性だったりとか、まあ、どこで買えるのかだったりとか、まあ、その他別の情報もあったりしますので、その辺をこの動画で解説していきたいと思います。なので今仮想通貨注目されている方は特にですね、この動画最後まで見て理解を深めていただければと思います。そしてこの動画を見て少しでも分かりやすいと思われた方は、ぜひ今後の励みにもなりますので、チャンネル登録だったり高評価よろしくお願いいたします。はい、それではやっていきたいと思います。そのトークンっていうのがアルバラプロトコルっていうものになります。トークン名は ALVA になります。はい、でこのトークンなんですけども、まあ先日から動画見てくださってる方はわかると思いますが、テンセットの、まあ、TGLP だったり TPL の銘柄になってきます。まあテンセットローンチパッドですね、上場したトークンっていうものになります。で今見てもらうと1日で 45% 価格上がってます。でこれ上場時の価格がまずそもそも 0.3 ドル45円とかだったんですよね。なんでもすでに8倍くらいには上がってます。はい、にはなるんですけども、まあ、ただ時価総額もまだ1200位ってことで、全然まだまだこれから上昇は期待できるかなと思います。はい、じゃあこのアルバラプロトコルっていうのがどういったものかっていうと、まあ、簡単に言うと自分だけのまあポートフォリオをまあ仮想通貨で固めることができます。まあ最低が1歳以上からだったはずなんですが、まあ、単純に例えば資産の、まあ、自分が入れたいポートフォリオを作りたい額の、まあ、例えば3割をビットコイン、2割をイーサリアム、1割を、まあ、例えば犬系にしたり、1割を AI 系ですね、今 AI 系めっちゃ上がってるんで AI 系にしたりってして、自分の好きなポートフォリオを組んで、それを1個にまとめることができます。で1個にまとめたらそれが BTS っていうトークンに、まあ、できるんですけども、でその BTS のパフォーマンス率ですねが高ければ高いほど、一応その公式のですね、アルバラの方の公式のところに、まあ、こういったバランスが今パフォーマンスめっちゃ出てますみたいな感じになって、でそれが他の人が真似すれば真似するほど、多分その組んだ人にも利益が入るとか、そんな感じだったと思います。であとはまあそのポートフォリオを組む際にアルバラプロトコルは絶対に 5% は入れないといけないってことで、ポートフォリオを組む、まあ、BTS トークンを作るのが多くなれば多くなるほど、まあ、5% は絶対アルバラが入るので、まあ、単純に買われていくシステムになってくると思います。ですごいのがこれってまだローンチされてないんですよね。ローンチされてなくて、アルバラのさっき言ったシステム、ポートフォリオを組めるっていうのはまだテストネット段階になっていて、確か4月の中旬か上旬くらいに本格的にメインネットがローンチする、っていうような情報が出てます。なんで、まあ、本格的に上がってくるのは絶対にそのローンチ後になってくるんで、ローンチ後になってくると、一気にこのアルバラを使ってポートフォリオを組む人が、まあ、増えればですけど、BTS トークンを作る際にアルバラが 5% は絶対に買われていくシステムになるので、めちゃめちゃすごいことになってくるかなと思います。で、それに伴って、冒頭で言っていたこのアルバラプロトコルですね、が、まあ、カナダ1のヘッジファンドかな、になると思うんですけども、のところが採用したっていうことで、ニュースになってます。まあ、これを受けて 40% 上がってるっていうような感じになりますね。で、まあ、単純にヘッジファンドがアルバラを使うってことはどういうことかっていうと、まあ、ヘッジファンドがいろんな AI 系の銘柄だったかな、で、確か組むようなことを言われてたんだ。書いてあるんですけども、まあ、単純にヘッジファンドが、まあ、かなりの資金でアルバラを運用していくってことになると、まあ、その度にアルバラってもちろん買われていきますよね。なんでまあそういった面もあって今かなり価格が上がってきてるっていうようなものになってきてます。まあ、これに関しては多分緑さんですね、ツイッターで緑さんが書いてくれてるんですけども、まあ、かなり今後期待できそうっていうことで、ここですね、まあ、要は AI、まあ、これがカナダ1のヘッジファンドなんですけど、まあ、これから AI 銘柄に特化した BTS を作成するっていうことになってくるっていうことになります。まあ、なので本当にこれからですね、アルバラがメインネットローンチして、実際にまあヘッジファンドだけじゃなくて一般の投資家の方とかも参加してくるようになったら、アルバラの価格っていうのはめちゃめちゃ多分上がってくるんじゃないかなと思ってます。はい、でアルバラに関してはじゃあどこで買えるのかっていうと、もうビットゲットオンリーだと思います。今の選択肢
で言うと、っていうのもユニスワップでも買えるんですが、ユニスワップで買うと、ガス代で50ドルぐらい取られます。まあイーサチェーンになってくるのでめちゃめちゃ高いんですよね。なんでそこがもうガス代も気にならんって方はユニスワップでいいんですけども、まあ、基本的にもったいないんでビットゲットで基本登録して、このアルバラ、買うのはいいかなと思います。で今ビットゲットアルバラのイベントもやってて、ステーキングも APR で 40% の7日間なんで、まあ、実質で言うとそんなにはもらえないんですが、まあ、40% なんで月 3. 何パーの7日分なんで、まあ、実質多分 0.5% ぐらいなのかな、計算したら。ちょっと今すごいざっくり計算したんですけど、ぐらいはまあちょっとステーキングするだけで増え、もらえるイベントやってるんで、ぜひですね、あとアルバラ購入すると今、アルバラ購入してもちょっと今イベントでいろいろもらえたりするんで、ビットゲットで。ぜひ、ビットゲットで購入してもらえればと思います。はい。で、ちなみにちょっとまあ、ついでにはなるんですが、ビットゲット今、イベントも、実はやってます。はい。こちらですね、これ、あと3日しかないんで、あれなんですけども、これ、まあ、私のこの登録リンクが登録された方だけが回せるものになってます。なんで、まあ、新規の方とかは特に概要欄に貼ってあるリンクから登録して回してほしいんですけど、まあ、私これ300ドルちなみに当たったんですが、一番いいのだと300ドルのボーナスです。ボーナスですね。先物で300ドルも遊べるって言ったらあれですけど、の、ボーナスが当たります。あとは、まあ、アスターがあったりと、ARB があったり、テンセットがあったりっていうようなものになってます。まあ、ぜひですね、この機会に3月12日までになってくるので、まだビットゲット登録されてない方は、ぜひここを登録してですね、ラッキースピー回してもらえればと思います。取引量が、キャンペーン期間中に、取引量が超えると1回回せたり、あとはまあ KYC と50ドルの入金とかでももらえるので、まあ、なんで基本的に登録して、50ドル以上入金するだけで2回は回せるはずなので、まあ、特に先物しなくてもこの辺は全然いいかなとは思います。はい。なんでまあぜひこちら登録してみてください。はい。でさっき言ってたアルバラのイベントがこれですね。アルバラを購入すれば山分けってことで多分ちょっともらえるのかな。そうですね。まあ一応アルバラ購入すれば、少しはアルバラもらえるよってことが書いてあるので 2万アルバラを山分けってことなんで、ぜひこの機会にビットゲット参加してみてください。はい。で、さっきのアルバラのトークンなんですけども、まあ、冒頭でいたテンセット、最初の方にいたテンセットのローンチパッドでのトークンとは言ったんですけども、まあ、そもそもテンセットのローンチパッドを知らない方向けに軽く説明 しておくんですが、さっきのアルバラ 0.3 ドルで上場したとは言ったんですが、で、今、2.2 ドルとかなんですが、このテンセットのローンチパッドに参加した人だけ、アルバラが 0.3 ドルで購入できました。で、このテンセットのTGLP 参加方法は今だと1000枚以上で参加できるようになったのかな。ちょっと変わってです。1000枚以上で参加できるようになったと思います。まあ、ただ、5000枚した方が、6倍もらえますね。1000枚ロックしてる人より6倍、配当が多かったりしますので、最初の初期の買える金額ですね。なんで、例えば1000ドルの人が、上場前のトークンが100ドル分しか買えないのであれば、5000枚ロックしてる人は、6倍ですね。なんで600ドル分買えるとかっていうような感じになります。はい。まあ、個人的にテンセットも今価格上がってきてますし、はい、1日で 7% 上がってますね。まあ、これ多分 TGLP の結果が良かったっていうのも絶対あると思うんですけど、上がってきてます。なんでまあ今多分これくらいの時に買っとかないと、もっと盛り上がってくるともう絶対に多分テンセット200円300円上がってくると思うんで、今のうちに購入して TGLP 参加されてない方は参加してた方がいいと思います。それこそ、テンセットの TGLP で有名というとエヴァドームだったりフェイムだったんですけども、まあ、エヴァドームフェイムに関しては、フェイムが300倍、エヴァドームが100倍とかってあって、まあ一赤でも参加してる人めちゃめちゃ爆撃だったんですよね。で今回のアルバラに関してももう今すでに7倍ぐらいの価格はまあずっとつけてるので、まあ、TGLP 参加してた方は500ドルの配当で 25% がアンロックだったんですよね。なんで手元に、125ドル来てたはずなので、125ドル分のアルバラ 0.3 ドルで来てたはずなんで、まあ、単純に今6倍になってるので700ドル800ドルぐらいで売れてるはずです。で残りの 75% はまだ、ロックされてるってことなんで、まあ、そのロックされてる分合わせたら1赤で入ってても、まあ、単純に2000ドルぐらいプラスの計算になるのかな、多分、になってくると思うんで、例えばこれがもっと10倍とかなってくると、さらにここから10倍とかなってくるともうとんでもない利益になってくるんで、まあ、私は3赤分持ってますけども、まあ
それこそフェイムだったりエヴァドームの時にはめちゃめちゃ3アカでその一発のローンチパッドで本当に5、600万とかは全然余裕で抜けたので、まあそういうのを考えるとですね、やっぱテンセットの TGLP はめちゃめちゃ熱いんじゃないかなと個人的には思っております。はい、あとですね、これ全然別件なんですけど、ビットゲットにおそらくこれ D フローが上場するんじゃないかっていうことで、ICO っていうことで載ってます、進行中の。まあ、D フローはちょっと、前の動画見てほしいんですけども、エアドロ案件で、まあ、誰でも簡単に参加できるんで、そこの動画見てですね、ちょっとやってほしいんですけども、まあ、ビットゲットに D フローが上場するのであれば、かなりこれも熱い案件になってくると思うので、この辺はまた続報で、やっていきたいと思います。はい、それではですね、まあ、かなり今アルバラが熱いっていうことでこの動画紹介させていただきました。で、私はもうほんと1年2年前ぐらいからずっとテンセットのローンチパッドが熱いとかってずっと言ってますけども、本当に多分このバブル期を逃すとまた冬の期間のローンチパッドってめちゃめちゃきついんで、まあ、参加するなら今から参加しとった方、参加して1年間でがっつり、利益出した方がいいんじゃないかなとは思います。何かわからないこととかあればぜひですね、私の LINE の方登録してメッセージ送ってみてください。はい、それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。